東純也問題、エイコビーコが大阪府警に書類送検来たー。サッカーフランス1部リーグのスタッドランス所属の伊藤純也選手31が女性2人に猥褻な行為をしたなどとして告訴された問題で、大阪府警は2日、伊藤選手を準強制性交などの容疑で大阪地検に書類送検した。関係者への取材で分かった。同地検は不起訴とする公算が大きい。府警は同日、女性2人も虚偽告訴容疑で書類送検した。伊藤純也さん不起訴、嬉しいニュース最高。虚偽告訴なので虚偽告訴の要件を満たすために一度伊藤選手の書類送検もしなきゃいけないの、大変だ。不起訴なら代表復帰伊藤純也、早く結果が出てほしいですね。そして代表に戻ってきてほしい。伊藤純也と女性どちらとも書類送検されてるのにこの大きさの違いは、まあ告訴されたら書類送検はされるからこの後の不起訴か起訴かが大事。一日でも早く純也の代表姿が見たいです。伊藤に関してはメディアへの露出度合いやポツポツとしたスポンサー復帰、あとは弁護士の言い分からしてほぼ不起訴確定かと。ただ手続き上、女性を虚偽告訴で訴えるために伊藤も便宜上の書類送検、まあ時間の問題。諦めかけていた三笘伊藤、復活の時は近い。